に、コーチにですね、私の前に、強く出てくるようにしていると思いますので、我々がしっかりと攻守に全部コントロールできるかどうか、そこは非常に大きな問題になっています。
次だったの思い出して裏合わせね、2-0 で結果も素晴らしかったし、内容もね、パーフェクトやった。で、その後、カリとね、世界のビッグクラブとこの受話器に投げになって、ね、全員でいい内容で勝利できたらね。で、湘南戦結果だけ、ね、内容は良かったし、シュートも20本以上打った、ね、結果だけ残念やった。でも俺は全く悲観してないからね、すごく順調に来てる、ね、全く悲観してない。ただ今日は、ね、内容よりも結果マジで3そこにこだわって、さあ、せーていこう、はい、ますセレッソ大阪、右エンドがアウェーの FC 東京、今日は白いユニフォームです。三國屋出身の笛が鳴って今前半の45分スタート。カピシャーバへ、間で受けましたカピシャーバ、左から船木です。グランダーで入れた、ワンタッチして上条、上条のシュート、わずかに右です。すごいシュートですね、十分にシュートレンジですからね、あの辺は上条は。ペロッチが前から行きます。進藤、長いボール、ここは触れなかった、上条、野沢出てきた、これをかわして、ちょっと渡辺亮滑った、野沢が飛び出していました。ゴールはがら空きでしたが、真ん中に入ってきたマイクマ、中央、上条、パスを出したカプシャーバー、カプシャーバー、そして船木、マイナスのパス、こぼれ球、渡辺亮、決定的でした。森重、ここは渡辺亮、そして上条、カプシャーバが左から来る、そのカプシャーバ、カプシャーバシュート、野沢、角度のないところ、しっかりとニアを切っていました。飛田からの縦パス、ジョルディ・クルークス、スルーパス、上条、上条左足、カプシャーバ、柔らかいボール、逆サイドヘディング、これも野沢、マイクマのヘディングシュートも野沢対応。スタートは FC 東京、森重でした。これを返して、そして上条へ、上条、体を入れる前へ、渡辺亮が抜ける、渡辺、キーパーの1対1、渡辺亮、わずかに右に外れた。
パスから上城、マイナスはパス、シュート、左足のシュートでした。もう一つだけ、ね、大事なのはこのサッカーをやりながらクオリティを上げていく、ね、で勝ち切れる強いチームにしていこう、それだけ。そのためには一人一人のクオリティももちろん上げていかないし、チームとしてのいろんなクオリティも上げていかないし、両方やな、ね、またトレーニングしていこう。 OK、 はい、シンジ、よし、はい、お疲れ様。緊張はなくて、むしろ自分がやってきたことがどれだけ J1 相手の選手たちに通用するのかっていうワクワクしかなかったので、ただその中で、まあ、今日実際やってみて、反省する部分だったり、もっともっと改善していける部分っていうのがあったので、まあ、決定機外しましたけど、この悔しさっていうのがまた必ず自分を成長させてくれるのかなと思います。まあ、今日チャンスを逃しましたけど、そのチャンスを自分たちが一つずつ掴み取って、必ず3位内というところは達成するので、今後も一緒に戦っていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。まあ、今日合流して間もないのに、まあ、メンバーを委員して、まあ、試合にも出させてくれたまず監督に感謝したいなと思います。まあ、自分のドリブルだったり、まあ、キックでもう本当結果を残し続けたいなと思うので、その結果でチームの勝利に貢献して、もう今目指すトップ3に貢献したいなと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。改めてこの淀校でこうプレーしてみて、はい、まあね、この間天皇杯でこうプレーしたと思うんですけど、はい、まあ、ホームの一員としてこうプレーしてみてどうでしたか。マップ出て行くときからサポーターの声聞こえて、正直鳥肌立ちましたし、この中でプレーするの責任とかをしっかり背負いながらプレーしたいなと思います。いやー、自分の中ではもっと仕掛けたり、得点のところ、アシストのところで貢献できなかったら自分の出てる価値はないと思うので、お疲れ様でした。ありがとうございます。特別な場所で サッカーのすべてを今感じよう。 A sustainable future. Yanmar